再開いたします。次に原田敏弘議員に質問します。原田敏弘議員。私は日本共産党市議団の一員として先に通告した事項について質問いたします。今回は国民健康保険についての一つに絞って質問させていただきます。今国民健康保険については全国的に住民の支払い能力をはるかに超える税額が各地で大問題になっています。高すぎる国保税を堪能できない滞納世帯は全国で約336万世帯に上り、本来国民の命と健康を守るべき医療保険の国保制度ですが、国保税を払えずに滞納制裁として保険証を取り上げられた生活困難者が医者にかかれず重症化死亡したり、生計費を差し押さえられた滞納者が餓死や自殺に追い込まれたりするなどの悲しい事件も全国的には少なからず起きています。こうした事態を引き起こした現況が国による国保への補助削減にあることは誰もが認めざるを得ないことだと考えます。1984年の国保法の改悪で国保の国庫負担を引き下げたのを皮切りに、国庫の財政運営に対する国の責任を後退させ、1984年度から2014年度の間に、全国の市町村国庫の総収入に占める国庫支出金の割合は 50% から 24% 程度へと半減し、それと表裏一体に国民の一人当たりの国保税は約3万9000円から約9万3000円に2倍以上にも引き上がりました。このように国の補助削減が本市の国保財政を圧迫し、そのしわ寄せが市民の国保税の負担増加となり、多くの市民の方から国保税が高くて払うのが大変だ、なんとか安くならないかという声が上がっています。私が今回の質問で国保税について取り上げるのは、そうした市民の皆さんの声が多くあるからであります。同時にもう一つの理由は、そういう中で半年後の来年4月から国保の都道府県化が強行されます。多くの市民の皆さんは、その内容を知りません。国保の都道府県化とは一体何なのか、市民の国保税や医療給付はどうなるのか、県による8月試算なるものも発表され、様々な報道もされてはいますが、いまだにその詳細は明らかになってはいません。そういう中で市民の疑問や不安も広がっています。私はこの2つのことを踏まえて以下質問をいたします。まず第1番目に、国民健康保険税制度の被保険者の状況と役割についてお聞きします。冒頭に申し上げたように、今国民健康保険に加入する被保険者の状況は大変深刻です。かつて国保加入者の多数派は自営業者と農林漁業者でしたが、今では国保世帯主の約 45% は年金生活者など無職の方、約 35% が雇われている被用者で、その大部分が被用者保険に加入できない非正規労働者です。全国の国保の加入世帯の平均所得は、1991年の260万円から2014年度は144万円へと
激減しています。そういう中で本市の状況はどうなっているか。昨年度の国保加入世帯1万9000トンで28世帯のうち、年間の世帯所得が100万円に満たない世帯が1万1911世帯、実に 62.6% です。また、100万円から200万円未満が4094世帯で 21.5%、1年間の世帯合計所得が200万円にも満たない世帯が合わせて 84% も占めている。これが本市の国保加入世帯の現状であります。そこでお聞きしますが、本市の昨年度の国保税滞納者数と滞納に至る原因についての認識を示してください。そして、国民健康保険制度は、被保険者の多くを占める低所得者のための医療保険であるという認識はあるのか、ぜひお聞かせください。2番目に、短期保険証と資格証明書についてお聞きします。被保険者の市民が国保税を納めることができない特別な事情なしに、納付期限までに納めることができないと、保険証の有効期限が数ヶ月しかない短期被保険者層、いわゆる短期保険証に切り替えられ、未納のまま納期限から1年以上経過してしまうと、市はその市民から保険証を取り上げて、代わりに被保険者資格証明書、いわゆる資格証明書を交付できることになっています。資格証明書の場合、医療機関の窓口では、かかった医療費の3割ではなく、全額請求されることになります。そこでお聞きしますが、本市での昨年度の短期保険証と資格証明書の発行数を示してください。また、資格証明書を発行する理由と、その効果についての認識を示してください。もともとお金がなくて国保税が納められないんですから、資格証明書のままではお金がなくて病気になっても医者にかかれない。これでは大変だと、医療が必要な方に対して短期保険証に切り替える措置もありますが、昨年度、資格証明書が発行された中で、要医療のために短期保険証に切り替えた数はどうなっていますか、お聞かせください。また、資格証明書を発行している被保険者のうち、義務教育児童生徒を扶養している保護者はどれだけいるのか、示してください。そして、市民の命と健康を最優先に考えるなら、資格証明書の発行はやめるべきだと考えますが、認識を示してください。次に3番目、実効ある申請減免制度と低所得者対策の強化について質問します。高い保険税の対策として、国保税の対策として、国保税の国保法の第81条に基づく減免制度があります。いわゆる法定減免ですが、これは国保税を算出する際の応益割といわれる世帯ごとと世帯内人数ごとの課税について、7割、5割、2割の軽減が行われる制度です。しかし、この法定減免だけでは、低所得者対策としては不十分であることは、これらの法定減免がある世帯でも、少なからず滞納が発生していることから考えても明らかであります。そういうことから、我が党市議団としても、今まで繰り返し、本市の政策的な対応として、申請減免制度、とりわけ生活保護基準などの所得基準による減免制度の創設を求めてきました。残念ながら、いまだにそれは実現されてはいませんが、昨年度から本市の申請による減免申請が少し拡充されたことは良かったとは思いますが、実際に実効あるものになっているでしょうか。そこで質問しますが、まず昨年度の減免申請数と承認数を示してください。その申請数は本市の被保険者の状況を考えたときに妥当な数と考えているのか認識を示してください。
また高すぎる国庫税の低所得者に対する対策として申請しやすい実効ある申請減免制度への抜本的な見直しが必要と考えますが、認識を示してください。そして私は一つの低所得者対策充実の方法として、高くなっている医療費の窓口自己負担の軽減制度が必要ではないかと考えますが、認識を示してください。最後に4つ目に、国民健康保険の都道府県単位化、以下広域化といいますが、これに対する対応について質問をいたします。政府は2015年に国民皆保険創設以来の大改革といって、国保の都道府県への広域化を含む医療保険の改革法を可決し、その結果約半年後の来年4月から、国保が市町村と都道府県が共同で運営する制度に改変されることになり、現在もその準備が進められています。しかし冒頭でも述べたとおり、その新しい制度で何がどう変わるのか、来年度からの保険税はどうなるのかなど、市民の中では疑問と不安も広がっています。そこで質問ですが、まず最初に現在までの広域化の取り組み状況と今後のスケジュールを示してください。また二つ目に、去る8月28日に公表された県による8月試算で示された本市の納付金等の試算結果に対して、どのように受け止めているのか、認識を示してください。そして3つ目に、市としては県の試算や国保運営方針の素案を受けて、現状では来年度の保険税率をどのようにしたいと考えているのかについて示してください。4つ目に、いわゆる法定外繰り入れについてですが、県の国保運営方針素案では、この法定外繰り入れについても記述されていますが、市は来年度以降の国保特別会計への一般会計からの繰り入れについて、どのように臨もうと考えているのかを示してください。次に、保険者努力支援制度についてです。すでに昨年度から施行されていますが、この制度をどのように行っていくかは大変重要な問題だと考えていますが、この算定基準と市の取り組みの状況を示してください。最後に、来年度から始まる国保の広域化は、近い将来、県単位での税とサービスの統一化につながるとの見方もあります。そうなった場合、本市の保険税率とサービスはどうなるのか、その与える影響についてどう考えているのか、認識を示してください。以上で壇上からの質問を終わります。市長。原田俊博議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、国民健康保険の県単位化のこれまでの取り組みと今後のスケジュールについてであります。これまで県が開催する県市町村国保広域化等連携会議などにおいて、国民健康保険事業費納付金算定方法や県国民健康保険運営方針について県と市町村とで協議してきたところであります。今後は激変緩和のあり方等も含めて合意形成を進め、来年2月には平成30年度国保事業費納付金等が県より示される予定であります。次に、納付金等試算結果に対する認識についてであります。国保事業費納付金につきましては、平成30年度から県が国保財政の責任主体となるため、新たに設けられた制度であり、市町村が国保税等を財源とし、県に納付するものであり、県全体の医療費推計をもとに、各市町村の
被保険者数、所得、医療費、実績等により県が決定するものであります。今回県より示されたものは、平成29年度に納付金制度が導入されたと仮定して、一定の条件の下で示された試算であります。次に来年度の保険税率についてであります。これまでは次年度以降の保険給付費等の歳出見込み額を基準に税率設定を行ってきたところであります。来年度につきましては、保険給付費の全額が県の交付金で賄われることから、国保事業費納付金等を基準に税率を設定することとなります。次に来年度以降の一般会計繰入金についてであります。法定外繰入金のうち、国保税の負担緩和を図るための繰入金及び国保税の収納不足などによる決算補填は原則できないものとされております。次に保険者努力支援制度についてであります。保険者努力支援制度につきましては、医療費適正化に向けた取り組みをなどに対する支援として県と市町村に交付されるものであります。今後とも特定保険指導の実施率の向上や糖尿病等の重症化予防などに積極的に取り組み、市民の皆様の健康維持増進を図ってまいりたいと考えております。次に税とサービスの統一化による保険税率とサービスへの影響についてであります。税とサービスが統一化された場合、世帯構成や所得などの加入条件が同一の場合、県内市町村においても税額が同じとなり、特定保険審査受診時の自己負担額等も統一されるものと認識しております。しかしながら、統一にあたっては市町村間の医療費の差や保険料負担の激変緩和など解決すべき課題が多いことから、被保険者へのサービス低下とならないよう、県、市町村、国庫広域課等連携会議などにおいて協議してまいります。なお、その他のご質問については、主幹者よりお答えを申し上げます。健康福祉部長。お答えいたします。昨年度の国民健康保険税の滞納者数及び滞納に至る原因についてであります。平成28年度末現在の滞納者は3212人で、その原因の主な内訳は、低所得が約 45%、 病気・不傷が約 15%、 事業不振が約 11% であります。次に国民健康保険制度の認識についてであります。国民健康保険は国民皆保険の趣旨から、所得の多寡にかかわらず被用者保険に加入していない方が加入する医療保険であると認識しております。次に短期被保険者証と被保険者資格証明書の発行数についてであります。平成28年10月更新時の短期被保険者証発行数は304件、被保険者資格証明書発行数は97件となっております。次に被保険者資格証明書を発行する理由と効果についてであります。被保険者資格証明書の発行は、国民健康保険法第9条の規定に基づき行っており、滞納者の納税相談及び納付の機会の確保に一定の効果があったものと認識しております。次に要医療のために短期被保険者証に切り替えた件数についてであります。昨年度の被保険者資格証明書発行数に対し、要医療のため短期被保険者証の発行を受けた件数は8月末現在で9件となっております。次に義務教育児童生徒を扶養している保護者数であります。昨年度の被保険者資格証明書を発行した世帯のうち、小学生並びに中学生の被保険者がいる世帯は18世帯であります。この場合、小学生並びに中学生には短期被保険者証を発行し、その保護者等には被保険者資格証明書を発行することとしております。次に被保険者資格証明書の発行についてであります。被保険者資格証明書の発行は、被保険者間の負担の公平を図る観点から、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税を納期限から1年以上納付しない場合に発行が義務化されており、納税相談や納税指導に応じていただけない場合にやむを得ず発行を行っているものであります。本市におきましては、その前段で
短期被保険者証の発行を通じ、納税相談の機会を増やすことに努めているところであり、今後につきましても継続的に接触の機会の確保に努め、納税相談や納付指導などから真にやむを得ない事情があるかを精査し、個々の生活実態等を踏まえながら慎重に対応してまいります。次に、昨年度の国民健康保険税の減免申請数と承認数であります。申請数は22件で、承認数は21件であります。次に、現状の減免申請数の認識についてであります。減免申請数につきましては、減免要項に基づき申請者の実情を踏まえて対応した結果の件数であると認識しております。次に、低所得者対策として申請しやすい実効ある申請減免制度への認識についてであります。所得の低い方への対策といたしましては、法定権限の拡大を図ることが最も有効であると考えており、今年度におきましても5割、2割軽減の所得判定基準を引き上げ、軽減対象者の拡大を図ったところであります。申請減免におきましては、申請者に寄り添い、減免事由においてより減免割合が高くなるよう申請者の状況を詳しく確認しながら対応しており、実効性のある減免制度であると認識しております。次に、医療費の窓口自己負担の軽減制度についてであります。現在、災害や失業等により収入が著しく減少した方々に対し、一部負担金の免除を実施しておりますが、減免相当額の財源確保の問題もあることから、現行制度の拡充は難しいものと認識しております。以上でございます。原田俊宏議員。はい、全てについて再質問したいぐらいの重要な内容ではあるんですが、いくつかについてだけ、絞って再質問をさせていただきます。一つは、広域化に伴う、法定外繰り入れについて、についての認識であります。これは法定外繰り入れについての、法定外、広域化についての今回の厚労省の出しているガイドラインですね、あるいは県で今作っている運営方針、今の段階では素案というような段階かもしれませんが、私もそれを読ませていただきました。まさに今答弁のあった通りなことは書いてはあります。原則できないというような趣旨で書いてはあるんですが、しかしこれ35年度までに、県の中では3年間というような表現もありますが、遅くとも35年度までにはこれを赤字を解消していくというような形での表現です。今の市長の答弁であれば原則できないんだから、もう早速来年からはやりませんと、こういうふうに聞こえるんですが、来年から早速やらないという、そういう方針なのかどうかについて、改めてお伺いしたいと思います。それと、今までもこの法定外繰り入れっていうのはやってきて、そして高すぎる国保税を少しでも緩和する、引き下げるのに、私は、大きな役割効果があったと思います。もともと厚労省のガイドラインも、あるいは県の運営方針も、自治体の政策的範疇という点では、これは憲法で保障された自治権があるわけですから、だからこれは競争力はないんではないかと。今までも法定外と言われている、こういう表現が使われている繰り入れ、多くの自治体で実施されてきています。いわゆる県、国からのペナルティーがあるものも含めて、市民のためにさまざまな施策を講じてきている、そういう努力もしてきているわけです。原則できないということではあったとしても、市民の暮らしや国保税を緩和する、引き下げるために、これからもそういう立場を貫くべきではないか、こういうふうに考えますが、改めて答弁をお願いします。
健康福祉部長。再質問で広域化一般会計からの法定基準いわゆる基準外繰り入れのご質問でございました。市長答弁にもございましたように原則できないということでございます。これは議員今ほどお正しの通り、全国の自治体では、議員の言葉をお借りしますと自治権の範囲内ということで政策的に保険料保険税を低く抑えるために年度当初から一般会計からの基準外繰り入れをして保険料を抑えている自治体というのがあるというふうに私どもも認識しております。ただ会津若松市においては原則特別会計ということもございますので一般会計からの基準外繰り入れをしないような税率設定を2年ごとに必要な財源医療費の支払いに対して必要なだけ必要最小限の値上げをさせていただいたということでございまして年度当初におきましてはそういった意味での基準外繰り入れは行ってきておりません。ただし年度終盤に差し掛かりましてどうしても赤字の可能性が極めて濃いという場合についてはやむを得ず法定外の繰り入れを行ってきて経過にあります。したがいましてこれまでも基準外の繰り入れによらない健全性を運営方針にも記載してございますようにそれは今後とも続けていく必要があるというふうに考えてございます。それで国の方でガイドラインの方で赤字の解消と言っているのはいわゆる今ほど私が申し上げましたとのと先ほど市長から答弁いただきましたように収納不足を補填するためとそれから最初から税率を軽減するために赤字を最初から見越して一般会計からの法定外の基準を繰り入れをするのは何年かの後にやめましょうという指導が入っているところでございます。ただ自治事務に関わる自治権に関わることでございますので例えばこの10月から重度医療費それから一人親医療費を窓口無料化するわけですけれどもこれに対するペナルティ要するに単独事業についてはこの範疇外というふうにされております。従いましてその分は法定外繰り入れになることとは思いますけれどもそれは財務部との協議にもよりますけれども可能だというふうに認識しているところでございます。原田俊博議員。はい、もう一つこの広域化に関するやつでの、再質問でありますが、広域化、来年度以降、保険税どうなるのかと、そういうようなことについてはいまだにやっぱりこうなりますって言えない状況であるのはそれは理解できます。じゃあ一体いつになったら、これが分かるのかと今の答弁にもありましたが、市長答弁にもありましたが、来年2月に県が示されるんだと、県から、納付金の金額が、提示されるということですよね。その金額が示されなければ、どうなるかわからないというような、ことであるとすれば、来年度以降の国庫税、毎年2月議会に予算が提案されています。こういうようなことをここで質問していいのかどうか、質問の仕方をちょっと変えますが、つまり、間に合うんですかと、今の時点で何も言えないと、どうなるかわからないと、明確ではないというような、そういうようなことで、来年度の事務に影響はないのかと。こういうことを聞くのはちょっと、ルール違反かなかもしれませんが、ぜひ明確にできればお答えいただきたいというふうに思います。それと、この滞納に至る原因についての認識なんですが、結果的に低所得がこうだ、どういう理由が何パーセントだというようなことを
で答えていただきましたが、私は、そういうようなことではないのかなというふうに思っているんです。なぜこれ聞いたのかっていうと、このなぜ滞納が生まれるのか、これは所得に対して保険税が高すぎるという実態の反映なんじゃないかと。だから、まあ、別な言い方に変えますと失礼な言い方かもしれませんが、もともと払うのが大変だと分かった上であえてこういう保険税を課すしかないというふうに、まあ、そういう制度に構造的な問題かもしれませんがなってるんじゃないのか。そうでしょ。だって本年度の、国庫特会の、収納率、これ 91.4% で予算が、立てられていますよね。もともと 8.6% が納められないと見込んでいる予算でしょ。だから低所得に対する手厚い、ね、対策が必要だと、こういうふうに思います。だから所得に対して、保険税が高すぎる反映なんだと、こういう認識で最も大変な低所得者の方々への対策を講じていくという姿勢が大事ではないのかと、私はそう思うんですが、いかがでしょうか。原告支部長、お答えいたします。まず1点目の議員の言葉をお借りしますと、事務に影響はないのかということでございますけれども、今後示されるものは11月に、失礼しました、現在示されているのは、今年の4月に広域化になったと仮定した場合にどれだけ納付金が出るんだろうかという試算でございます。したがいまして1年、積算の医療費なり被保険者の人口というのは変わりますので、被保険者数が全国的に、本州もそうですけれども減っている状況、その減り具合に対して医療費が下がっていないということを踏まえますと、次の数字がほぼ近い数字が出てくるのかなというふうに思います。これは11月に示されるということでございますので、その数字をもとに、30年度の予算編成をせざるを得ない。また税率についてもその数字をもとに、新たな税率改定が必要なのかどうかも含めて、検討する必要はあるというふうに考えております。で、最終的に2月に示されるのが30年度に会津若松市はいくら払えという金額が示されるので、それが確定になります。したがいまして11月と2月に示される間にどういう要素が入ってくるのかというと、診療報酬の改定が一番大きな影響が出るものというふうに考えてございます。あと細々した項目もございますので、ただ大枠では11月に示される金額がほぼ大まかな数字で、あとは微調整というふうに伺っておりますので、その微調整の分もどれだけ微調整が来るのかを精査した上で、必要であれば条例税率の条例改正をお願いし、予算編成をしてまいりたいというふうに考えてございます。それから低所得者問題でございますけれども、議員お正しのとおり、国保は構造的に低所得者に対する昔は農業の方、それから商工業の方が入っておりましたけれども、そういう方が社会保険をの制度に移られたことで、いわゆる年金生活者ですとか、あるそういう方が多くなって、構造的に所得の低い方が多いというのは、議員お正しのとおりでございます。で、そういった意味で、どういうふうにしてやっていくんだということでございますけれども、ただこれについては所得いわゆる応益割、国民健康保険に加入していただいている方に払っていただく、いわゆる平等割均等割と、あるいは応納割、これまだ4税でしたけれども、固定資産廃止しましたので、あとは所得に対する割合になりますが、それに応じてほぼ1対1、50対50で構成するというのが国の考え方であり、静岡町も踏襲しているところでございます。したがいまして、応益割、
均等割の方についてはご答弁でも申し上げましたように、2割5割の軽減 の、 所得判定基準を引き上げて対象者を拡大してきているということでございますが、ただ、7割軽減については、改正、国の方も改正しておりませんので、7割軽減されていたとしても基礎税額が上がればその分値上げになってしまうという、これも構造的な問題かなというふうに考えてございます。これにつきましては、市長会を通じて国の方に、例えば7割軽減を 7.5 割とか8割というような制度拡充をするようにということで、要望を続けているところでございますので、今後とも国に対しそういう要望はしてまいりたいというふうに考えてございます。原田俊宏議員、最後に、資格証明書、これ一定の効果が認められるので、今後も引き続き出すんだという答弁でしたが、結論だけ申し上げますが、この資格証明書というのは結局は脅しだと思うんです。国保税を納めない制裁として、あなたの権利をこれだけ制限しますよという、私はこういうようなやり方ではなくて、もっと寄り添って丁寧に行うべきだと思いますが、やめるべきだと思いますが、どうでしょうか。原告支部長。資格証明書のお正しでございますけれども、答弁でも申し上げましたように、我々としても できれば資格証明書は発行したくないんですが、やむを得ず発行しているということでございます。で、資格証明書発行、9月末、10月1日が保険の切り替えになり、保険証の切り替えになりますので、もう2ヶ月、3ヶ月前から納税相談に応じるようさまざまな通知を出させていただいております。その通知出すごとに何件かの世帯は相談に見やられて、実情としてこういう状況なんだということをお話を伺って、短期証の納められないのであれば短期証ということでやらせていただいておりますけれども、最後まで、訪問しても会うことができない、何回通知をしても、反応がない、いわゆる無反応の方に関しましては本当にやむを得ず発行しているという状況でございます。